このカリカリなるものに栄養はあるのか。味気はないがバランスは良いな。本日も晴天なり。リベラ殿が朝食を召し上がらず、巷のカリカリなるものをご所望なさった。我は急ぎ買い求め船に戻った。するといつもの朝食を完食されていた。自由だ。己の未熟を思い知る。本日も晴天なり。ムクタ殿はビーと共に鍛錬を積んでおられた。あるがままに生きるためには己の身は己で守らねばならん。自由だ。己の未熟を思い知る。本日も晴天なり。バパウス殿はルリアに興味を持たれているようだ。確かにルリアの曇りなき瞳には何者にも縛られぬ力が感じられる。自由だ。己の未熟を思い知る。すなわちこれも修行の一環。さすがエレフセリア殿である。こんなところか。また新たな教訓を授かったな。おお、リベラ殿、お食事でございますか。ただいま準備しますゆえ。はて、このお方は一体。これはもったいなきご愛嬌。随分俗世に慣れておられますな。なるほど。では温かい乳汁を用意いたします。お口に合えばよいのですが。何時は町の者か。だが一体何の話をしている。B、ルリア、騒がしいぞ。何事だ。ああ、その…でも…ごめんなさい。構わん。そのような事態に陥れば誰でも気が高ぶるだろう。だが空き地でお世話か。リベラ殿が気になさるわけだ。この島はもうじき冬が訪れる。幼き身ではさすがに厳しいだろう。家でお世話をするわけにはいかんのか。ルールだと？なんとむごい真似を。だってうーん、
じちゃん。ならん。え？まあまあ。なればこそだ。娘よ、汝は両親のことが嫌いか？ううん。そうだろう。家出などすれば背徳感が生まれる。それは生涯己を縛り続けるものだ。その心のありようを我は不自由と呼ぶ。自由とは一時の衝動ではならん。ならんのだ。リベラ殿？うん、なるほど、そういうおつもりでしたか。なんだって？リベラ殿はおっしゃった。この娘が一人前になる日まで我が預かればよいとのことだ。無論このお方がよければの話だが。礼には及ばん。再会の日までミュウ殿のお世話は。え？ミュウちゃん殿のお世話は我に任せるのだ。また新たな教訓を授かったな。ではお食事の用意をいたしましょう。おお、ミュウちゃん殿。ですがまだ歯が揃っておりませぬ。リベラ殿たちと一緒の献立は難しいかと。のその御年にして何たる自由。おいおい、そうですね。ミュウちゃん殿、アファカ殿、我の杖をかじっても栄養は皆無。さあどうかこの特製の乳汁を。ああ、元団員だ。随分と古い話だがな。すみません。よせ、敬礼など。団長たちから聞いていないのか。我はリベラ殿と出会い、自由な精神を得るために対談した身。すなわち汝とは心情をことにする立場だぞ。いえ。おう、秩序のものにしては話せるようだが、その異名はどこで聞いた？汝の年齢では知る由もない古いものだ。それで。
なるほど。そうか、何時が青の娘か。その通りです。気づかんのも無理はない。当時とは魔力の質が変わったからな。リベラ殿、いかがなされましたか。うん、では早急にお食事の準備を。ところで、魔物か。ちょうどいい。リーシャと言ったな。過去は所詮過去に過ぎん。今の我の力を見せてやろう。観念しろ。女子の力の鍛錬の成果です。ほう。何時も見事だったぞ。青とは似て非なる立ち筋のようだな。え？ああ、とは言っても青は雲の上の存在。その力を間近で見たわけではないがな。言葉を交わしたのもただ一度のみ。あれは我が対談した日のことだが。聞きたいか、我と青の深い因縁を。まだ残党がいたのか。なんだと。しまった、なんたる失態。うおー、ミュウちゃん殿。まさか。ミュウちゃん殿、さあよろしければ我の懐に来い。魔物ども、我々の自由は誰にも阻めんのだ。観念しろ。いざ勝利の勝ち時を。我が対談した日、偶然青は第四気空挺団に来ていた。そこで我のことを耳にしたそうだ。青は荷物をまとめている我に言った。対談理由について話を聞きたいと。なるほど。どうかな。単に興味を持ったようにも見えたが、今となってはかの者にしかわからん。ともあれ我は語った。
リベラ殿との出会い、自由の尊さを。若かったのだ。当時は尊敬の念を抱いていた青に、己の心を理解してもらいたかった。それで？ああ。青は黙って話を聞いていた。だが、最後に我の目を見つめ、かの者は静かに呟いたのだ。犬は飼わないのかと。え？許すまじ、青の騎士。自由を愚弄するどころか、まさかリベラ殿と犬を並び立てるとは。無論、我は決闘を挑んだ。だが、駆けつけた船長に止められたのだ。すまん。動揺させてしまったな。やはり娘に聞かせる話ではなかった。だが、青とはいずれ決着をつけねばならん。我の叶う相手ではないだろうが、それでも挑まねばならないのだ。次は誰にも止めさせんぞ。何時でもな。秩序の身にして首相だな。青も良い娘を持ったものだ。